にわか、なにわゆう教伝は、柴良太郎の歴史小説。幕末の教格、明石シ万吉を主人公に、主に大阪を舞台に、庶民からの視線で幕末史を描く。1965年5月から1966年4月まで、放置新聞史上で連載された。生涯大阪人であった柴良太郎は、直木賞を受賞した1960年の随想で、 当分の間は自分が空いてしまうまで大阪社のの坊主な合理主義精神が封建のジャングルの中でどう反応するかを面白おかしく書いていきたいと思っているとしており、初期作品の中には大阪者がいくつか見受けられる。人工画武士と町人では校舎が圧倒的に多い町人の共和国の大阪を舞台にした小説である。幕末近代の短編の一つである。 胸郭万女診断も、維新前後の何話を舞台にしているが、これが、長編の、にわか、何話友教伝につながった。タイトルの、にわかは、舞台ではなく路上で感情を素朴に表現する、即興喜劇、寸劇である。芝は、小説の中で、晩年の主人公に、我が人生は、日常のにわかのようなもの、と語らせた。大阪について、 愛憎半ばする己の姿を語った芝田が、その上でこの風土を芝居にする場合は、大阪に和歌がぴったりした形式だと発言している。主人公の赤石シア・吉は役ザ者であり、実在した人物である。司会に詳しい青山浩二は、万吉は、合図の古哲や南ンの服と並び、幕末明治における髪型切手の大親分としている。これは、藤田五郎が、 人教百100年史において記述する内容においても同じである。同時に大阪の消防組織をまとめたり、少年や老人、身体が不自由な人のための受産施設を運営した業績は大阪人物辞典の中でも紹介されている。にわかでは、堺事件、千日前南鏡園の首塚騒動、南場の服の釈放、 選挙大干渉による八尾の大乱闘に万吉が登場するが、前述の任教百年誌は、当時の資料や証言から万吉が登場しない、もしくは別に関わる見方も明示している。芝の祖父が明治初期に大阪でこの万吉が建てた家を買って、持ちいとなんでいたことから、かねてより万吉という人物に親近感を持ち、本作を親しみを込めて書いたという。 天保年間の冬、船場平の町筋の茨城屋で、デッチ暴行をしていた万吉が、父の出本を知るところから、物語は始まる。元恩密の慣れの果てに老人となった父の身に、うねめは貧乏に耐えられず逃げ出して、北の村に残された母と妹は数日前から食べていないという。二人の元に向かった万吉は、俺が銭を稼ぐと約束した。まだ三段は立てられないが、 覚悟は固まり、自分が悪事を働いても、家族を巻き込まないため無宿人になった。万吉は、曽根崎村の露天神社で、子供爆液の輪を押しのけ、真ん中にある小銭の山にかぶさると、この銭、もらえろたと叫ぶ。頭の皮が破れるほど殴られるが掴んだ金を離さず336分を、得た。気持ちは大きいが、生身の体に痛みは答え。 ソネザキと同島の間を流れていたソネザキで一人、泣いていた時芸者の小佐門が見つけて拾っていく。男であれば、好意に甘えられないと、大友寺門前の駄菓子屋を、木鎮宿代わりに、金剛で飛ば嵐を続けた。しかし、一つの知恵で世間が渡れるほど甘くはなく行き詰まった。生きるためには、才覚が必要だと教訓を得た万吉は今度は、 爆撃の銅を取るがかさまであった。駄菓子屋のおばんたちには母のいる家へ銭を投げ込んでもらった。心配した小左門がうねめの弟が愚足奉行として札の辻にいるためあったらどうかと勧めたが、万吉は大人の世話にはならないと断った。無宿人となってから一年以上が過ぎ、投げ込まれた線は72両になった。 母親は盗みをして稼いだと考えて手をつけなかったが、秘密にできず、喋ったところ噂は、曽根崎、天馬にまで広がり目明かしのいたちまつの耳に入った。上海所で殴られるが、金の出所は喋らないため商人が呼ばれるが、皆が、庶民ゆえに朝地ジを働かし逆にごたごたして、はかどらない。詳しく調べた結果、戸場嵐が明らかになる。法理からすれば爆撃は違法。 しかし爆液を荒らしても罪の形はなせない。処分はないが、北野村昭屋の預かりになった。これは、現在の少年監獄に相当した。成長した万吉は、芋畑の広がる大友寺門前に家を、構え極道屋となったが火災は駄菓子屋の湾である。命知らずの有名を馳せる万吉に、大阪の米問屋から、道島の米会所で開かれる相場を潰すように頼みが、 持ち込まれる。派手に殴り込んだ万吉は、本町橋詰めの西町奉行所に引っ張られると係りで、あるより木の内山彦次郎より拷問に遭うが、エビ攻めにも口を割らずに最後まで耐え抜き放免された。満足に立つこともできない体の万吉を待っていたのは、米価高等で苦しんでいた庶民からの喝采だった。俺も、一っの人間になったと胸にこみ上げるものがある。遊び人たちから、 人気の高まる万吉は、少佐門の紹介で侍からの招きに応じた。西寺町を杉堀川の船に乗り、さらに乗り換えると町奉行のくすみ優春が待っていた。大川の館船の上で貴人から頭を下げられた。万吉は、命がけの仕事に乗り出す。幕府より大阪へ密輸の探索に送り込まれた、隠密を探す、手伝いのため牢に入り、 隠密の野野山平兵が殺される寸前で救出に成功した。この翌年で万吉は26歳の設定。野野山平兵から密輸の探索に協力を求められ、玉作りの月工事に誘い出して口なわで死角に襲われるが、船場伏見町の動物省と天馬より行きの逮捕に貢献した。黒船来港から始まった幕末の騒乱は、年を減るごとに、 混迷の度合いを深めていった。天守をいただく京都では、尊能上位を叫ぶ、過激志士たちが、市中を練り歩いて、人情沙汰が横行し、姿勢の治安は乱れに乱れた。幕府は、会津松平家を京都市五職に任命して刑の治安回復に当たらせ、同様に治安の乱れが及んだ大阪も諸大名に、命じて、警備を受け持たせた。晩州小野藩の小大名一柳家は、 大阪西部一帯の警備を命ぜられるが、わずか1万国の文言を超える退人に講じ果てた、末に万吉の存在に目をつける。警では、過激死死たちを取り締まる、非常警察機関として新選組が組織されていたが、大阪の遊び人のほぼ半数を影響下に収める、万吉の勢力を使って、同様の警備部隊を発足させようというのである。 万吉は私分に取り立てられ警備隊長の座につくものの、一柳藩からは、私分としての6以外は何だ支給されず、大勢の大使を養う費用は自腹で賄わねば、ならない。一柳藩の判定が違い法権となることに目をつけた万吉は、藩の施設で賭場を開いて、活動資金をひねり出すことにする。御金制の賭場を開くことに、一柳班は難色を示すが、 とはいえ他に妙案があるわけでもなく、やむなく警備隊が駐屯する番所で戸場を開くことを認める。かくして、寺船を活動資金とするバクトによる珍妙な警察機関が発足するものの、ヤクザというものは普段大きな顔をしていながら、いざとなると、だらしのないもので、過激死,死に凄まれると悲鳴を上げて逃げてしまうものが後を絶たなかった。 しかし、諸藩の侍たちも負けないほど臆病で、徳川三百年の太平の中ですっかり打弱になった、死風に、万吉は、徳川の世も長くはないかもしれないと感じる。8月18日の政兵により、京都政界を追放された、上位志士たちの旗頭、長州藩は、その後も藩主たちを経営を送り込み、失った政治的地位を回復しようと作動を、続けていた。 しかし、長州警視士が、新選組によって残殺される池田屋事件が、引き金となり、これに激光した長州藩士たちが、退去挙兵する浜マグリ五門の変が勃発する。長州軍橋橋の包囲の後に、市中へ攻め込むが、乱戦の末に敗退、総崩れとなって、方法の体で刑から逃走した。敗兵たちは、大阪へもなだれ込み、 大阪城代はこれらの残党を残らず切り捨てるべく、支中の警備部隊に命を下すが、ところが、万吉のみは、長州兵を殺さず捕獲し、その身を、バクリからかくまった。手傷を負って逃げる長州兵を憐れんだ行動だったが、ほどなく幕府が、その行動を嗅ぎつけ、市柳藩に万吉の身柄の引き渡しの命が下る。市柳犯は困り果てた末に、万吉を警に誘い出して、 身柄を新選組に差し出すが、万吉はかろうじて難を逃れて、大阪へ戻った。幕府に殺されかけ、一柳藩にも裏切られた以上もはや仕事を続ける、切りなどなかったが、大勢の子分を養うためには公認の戸場を開く、ことのできる今の奇妙な、侍業をやめるわけにはいかない。かといって幕府に言われるまま長州人を手にかけたくは、ない。どうしたものかと死案にくれていると、 たまたま市中ののギャンドンに書かれていた、往来安全の言葉が目に入り、万吉はとっさにとんごする。自分は往来の安全だけを考えればよいので天下の、情勢など考える必要はない。気の毒な奴を見つければ、長州人だろうと砂漠人だろうと助ければよいと、悟った万吉は再び元の鞘に収まり、幕府の厳しい目も、一夜なぎ藩の困惑も無視し、その後も、そ知らぬ顔で、 長州人たちをかくまい逃し続けた。そのようにして、数年の月日が流れた。圧倒的な力を誇った幕府も次第に、倒幕派に押され、徐々に王子の力を失っていった。そして薩摩藩が旧敵だった長州と手を握り、薩長同盟が成立したことで、政情は一変する。砂漠派のオスだった薩摩が離れたことで、幕府は決定的に力をなくし、 ついに将軍義信は、大政奉還を表明し、政権を朝廷に返上することを宣言する。大政奉還の真意は政権を返上することで、朝敵の汚名を注ぎ、引き続き旧幕勢力が新政権に参画することに、あった。しかし、薩長の策動により、旧幕勢力は新政府から締め出されることとなり、激行した幕軍と東幕軍が激突して、とば、 不死身の戦いが幕を開ける。初代名たちが幕軍につくか、東幕軍につくか去就に迷う中、一矢な義藩は数で圧倒的に勝る幕軍に味方することを決め、万吉も古分たちを引き連れて従軍することとなる。しかし急場の寄せ集めで作った幕軍は明確な指揮系統すら確立されておらず、兵員も幕臣は、士官のみでそれ以外は重宝した町人ばかりであり、 それに引き換え幕末の動乱を生き抜いた政兵からなる、東幕軍は、やもめ勢ながらも正教であった。所詮は幕軍にやや優勢に進んだものの、やがて、薩摩の宮廷工作により金のお旗が上がった。朝廷が薩軍を官軍と認定したことによって、幕軍は、俗軍となり、動揺した幕軍は、これが、きっかけとなって一時撤退することとなる。近畿の形容はすべてを変えた。 諸藩の大名たちは次々と官軍に教順し、幕軍は回覧させられ、戦略的撤退が完全な敗走となった。万吉は生き残った子分たちに、命名大阪へ帰るよう命じて、部隊を解散し、自身も負傷者を担いで命からがら大阪へ帰還した。蕎麦、伏見の戦いは、幕府の大敗に終わった。近畿の力により、官軍となった、東幕軍は刑を制圧し、 ついで大阪もその姿勢下に置き、旧幕関係者の調査、審問を始めた。官軍の役人の多くはかねてけ大阪で死死活動をしていた者たちであるため幕府役人に恨みを持っており、その取り調べは申し訳程度の審問をした後にすぐさま首をはねてしまうという強引なもので、いわば革命裁判であり、復讐劇というべきものであった。 幕府役人たちはすでに皆大阪を逃げてしまっていたが、万吉と同じように幕府から警備仕事を受け負っていた親方衆は残らず出頭を命ぜられ、ことごとく斬首された。最初に警備隊を作った万吉にも出頭命令が下るのは時間の問題であり子分たちは逃亡を進めるが、万吉は名声がスタル、死ぬことが家業と答えるばかりで耳を貸さない。 そしていよいよ万吉も長州藩の陣屋に引っ立てられ、残首を言い渡されるが、寸でのところでかつてはまぐりご門の変の際に身を、かくまった長州藩士に命を救われる。体の頑丈さが、取り柄のこの男も首を切られては、元も子もなかったが、危ういところで、首がつながり一命を取り留めることとなった。維新により世上は一変した。 万吉の頭もちょんまげをやめて73頭に変わった。ものの、その行動の根っこは、旧幕時代となんだ変わりはない。そうも変わらず明日は、どこで何をしているのかわからぬ取り留めもない行動ばかり、する万吉を、女房の小春は、亀山のちょん表衛反と評した。人形が、ぴょんぴょん飛び跳ねる仕掛けを施した玩具のことで、飛んだり跳ねたりするばかりで落ち着かず、様々な騒動が、 入れ替わり立ち替わり飛び込んできて、息をつく暇もないという意味である。毎日のように妙な人間が万吉を訪ねてきては、妙な騒動を持ち込んでくる。置き場に困るほど札束が舞い込んできたかと思えば、餓死寸前にまで貧窮することもある。万吉自身も後年に、己の人生を振り返って、我が一生は、一条のにわかのようなものだったと述解するが、 この男が求めるのは空虚で枝も根もない男立てのみであり、その一条の夢が手に入れば、それで満足だった。実際、金持ちになろうと貧乏になろうと、子分だけはどんどんと増えていった。この男の人生はさながら一条一石の即興喜劇のように、快活にそしてああただしく過ぎていった。しかしこの男は、体が特別眼鏡にできているのかなかなか死なずに、 明治を見事に生き抜き、大正の半ばになって90歳近い高齢でようやく人並みに死を迎えた。自世も遺言もなく、ほなら、大手くるでへと口にしたのを最後にして、駅から汽車が出て行くような陽気さでいよう去った。連続ドラマ、にわかな庭ゆう教伝、TBS テレビ、1970年。ドラマは、少佐門の過去を振り返る思い出はなしの形式で展開され、 小佐門役の藤村志保が出演と同時にナレーションを担当している。放送批評家賞第14回期間戦勝受賞作。1970年7月16日から同年10月8日まで、毎週木曜22時22時56分の、木下圭介、人間の歌シリーズに放映。全13話。結末での大阪での戦争で、 万吉たちは維新軍側に着くという原作と違うストーリーになっているが、これは脚本の山田大地の草案によるもの。ありがとうございます。